皆さん、こんにちは。週刊手帳術の著者、海野隆史です。今日の雑貨はですね、えー、余白を作るという、ちょっとそんな話をするんですけども、あのー、普段の生活でね、余白ってありますかっていうふうに聞かれると、いや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 、忙しくてそんな時間ありませんよ、とかね、するんでしょうし、で、えー、また、うん 何かこう、新しい目標というか、新しいことを言いつけられちゃったときに、えー、時間が <laughs> 足りない。どうしよう。じゃあ、仕方がないから何か余白を作って、えー、そこの時間を、えー、新しいことに当てよう。そんな風に考えるんでしょうけども、あのー、そういうのって、えー、たまにしかないんですかとか、うん、ある。 一定の割合で、あの、しょっちゅうしょっちゅうあるんですかっていう、あの、そういう話をすると、まあ、大概の人ってね、しょっちゅうしょっちゅうあるじゃないですか、みたいなえ。そんなことではあるんで、あの、ならずね、その、余白をこう、どうにかしようっていうよりは、最初から余白を確保していないと、ね、あの、しゃあないじゃないですか。そんな話になるんですね。だから、あの、私自身ね、その、うん、 手帳で言うと、この時間管理とか、えっと、24時間にログをつけるっていう考え方って、基本的にはちょっとしないようにしてるんです。まあ、そもそもなんですけども、あの、つけたところで、それが重要かどうかって言われると、それほど、こう、あの、書いた、あ、書いてあったところで、その、後で見返して、この時間、無駄か無駄か、無駄じゃないかって言ったって、もうね、<laughs> 過ごしちゃった時間だし。で、 あの、そもそもその時間って、ね、どちらでもいい時間だったんだとすると、あの、特に書いとく必要ないんじゃないかって思ってるんですよね。だから私自身はいつもあの、手帳のところは、あの、ちょっとこれ、多少はいっぱい詰まってるページに、あの、やってますけども、えっと、夜の方とか空いてるじゃないですか。あの、帰って食事をしたりとか、お酒を飲んだりとか、 あの、本を読んだりとかって、まあ、本を読んだりっていうのはね、あのし趣味の時間だったりとか、まあ、逆に言うと自分のその学習時間だったりをするから、あの、書いてはいるんですけど、ただ、えっと、それ以外の時間って、それほどね、その、本を読もうとかっていう時間と、そのテレビを見てるとかって、まあ、娯楽に近いような状態で見てるのとは、ちょっと違うと思うんで、そのところまで、ね、あえてこう、あの、 手帳の中に、えー、書き込んで,で、まあ、テレビを見てましたって、あとで見て無駄だったなっていうのは、なんかもう目に見えてるような話なんで、最初から別にそこって書く必要がなくてあの、何に使ってたかなっていうよりはあの、何に使ってたとしても別に必要な時間じゃなかったっていうか、その大したことをやってなかったっていう話になるわけなんで、まあ、あえてつける必要あるのかなっていう話なんです。 だから、あのー、よくねその、手帳のワークみたいなのをやって、24時間をあのパパってつけてもらって、で、えー、無駄な時間を引き算しましょうみたいな、そんなワークってあるんですけど、あの、私の中では、あの、特段こう大事なことだけが記されていて、で、えー、そのもう、そもそも引き算しようという、えー、その何してたかな、みたいな。 そういうところに関しては本当にもうだから最初から何してたんだっけっていう風になっちゃうようなところなんで、引き算をもうし終わってる状態に近いんです。あのまあ書いてないから足し算もしてないんですけど、えー、逆に言うと空いてるから引き算もしてない。あえてそこで引き算をしてなんか一歩引いてからやるっていうよりは、最初からその一歩引いた状態にしてちゃんとあの、 ま,まだこの時間は使っても平気だとかっていう風に捉えられるようにしておいた方が、あの要は新しいこと言われたときも、それに対処するのが早いんじゃないかなとは思うんですね。で、あの、まあ、私は、その単純にその、その時間がこう不要だったら不要っていう風に、えー、しとくわけじゃなくて、あの、もうちょっとですね、あの、一歩前進するとしたら、 意図的にこの時間帯を空けとこうとかっていう、そんなことも、えーまあ、テクニックとしてはあり得るとは思うんですよ。なので、あのまあ、その間ね、じゃ何もしてないのかっていうと、そんなことはないんですけど、あの別の,その大事だなと思うことを先取りしてやってしまっていて、で、何、まあ、か言われたときに、まあ、その時間を当てるとか、いうふうに、最初からその、えー 余白ののの時間いいううを設けるるようにしてててで、まあ、あのあ慌てなくて済むそんなふうに、えー、日々の生活の中に、すでに余白を設けている。そんな状態にしてあります。何、まあ、かの参考になればいいかなというふうに思いました、えー。今日の動画は以上となります。最後まで視聴いただきありがとうございました。海野隆史がお送りしました。それでは。